コメント欄のとこ押してなくてコメント欄見えてなかった。こんばんは、 AKB48 チームエイト富山県代表のハルピョンこと橋本アルナです。ということで配信を行きたいと思います。マー君さんハートありがとうございます。しんちゃんさんハートありがとうございます。まだ3周年じゃないですからね。私今日この瞬間に配信をやめたらはい、皆さん知ってます？今日この瞬間に15分経たないうちに配信をやめてしまえば私は3周年ではありませんので、皆さんワッキャワッキャするのが早いですよ皆さん皆さんワッキャするのがちょっと早いです。はい、14分でやめるかもしれないのでまだ早いんですよAKB48 私が今唇に塗ったやつってなんか一時期流行った、その自分の唇の色に応じて色がついてくれる口リップクリームなんですけど、私はピンク色みたい。でも今日はねオレンジメイクしたの。なんで大事な日なのになんでそんな変わったことをしたの私知りません、すいません、ごめんなさい。ちょっと変わったことをしたい年頃でして、今日はオレンジメイクをしました。こんにちは、こんばんはかな。ママレモンピョンズさん、マジカのバナナちゃん、対戦ありがとうございます。え、何喋ろう。でもまだ3周年迎えてないから今日会ったことは喋ればいい身近なバナナちゃん、対戦ありがとうございます。今日はランキングをカキカキしました。ドボンしながら、そうカキカキしてた。
1位から、あ、1位まだだ、11位から100位までは終わった。で1位の方を書いてる途中でちょっと疲れ果てましたすいませんなのでまだ1位の方は名前とうさぎピータローしか書いてない。であと10人か、あと10人分頑張りたいと思います。そうですね、今日はお便りのハッピーバースデーなんですけれども、この日が来たということはついにハロピョンの誕生日まであと1ヶ月になりました。なんか毎年さ、誕生日の前にさ1ヶ月でカウントダウンしたいなって思ってるけどさ、何もしてないそう、毎年やりたいなっていう気持ちはあるんですけど、結局何もしないのがオチ。うん、藤川ばあちゃんありがとう。対戦結局ね、毎日ピョンムービーあげてるからっていう気持ちになっちゃうんですよね。うん、毛利さん出たいな本当に。次の収録ももう終わったのかな。終わってたら悲しいな。うん、何本撮りなんですかね。分からんです。今日はチーム K の先週やばい、千秋楽始まったばっかりなのになんだっけ、思春期のアドレナリンじゃなくて初日があったみたいですねはい、全然何も終えてないので、まあ明日にでも私は DMM さんで今日のね12時から画質がいいやつが公開になるのでそれを見ようかなと思っている次第なんですけれども、なんかファンの方のっていうか、まあ、DMM さんのお写真スクショとかが結構流れてきてっていうか、そう流れてきてて、それで見たんですけど、なんか衣装、私逆上がり公演ちゃんと見たことないからわかんないんだけど、衣装あれオリジナル？そんなことないよね、あんまわかんないんですけど。私山内ぴょんさん対戦ありがとう。黄色ありがとうございます。もういいですよ、好きな色にしてもらって。新衣装もありました。あったよね、なんか時間経ってるとか言ったらあれだけど、結構
坂上がり公演久しぶりなんですよみたいな話してた割にはなんか新しい衣装が多いなって思って、そうそう、やっぱりそうなのか、チーム B はどうなるのか、衣装はハルピョンのポジションはどうなのか、皆さんご注目ですね。これまだちょっと時間あるよね、大丈夫、ちょっと待ってて、ちょっとミュートにするね。ハート、ありがとう、優しい。17期のお披露目知らないですだってピョンズのみんなは、あ、755ごめんね、ピョンズのみんなは関係ないでしょ、ハーピョンのことだけ見るんだから。関係ないでしょ。さん、塩なる派ともし派さん、対戦ありがとうございます。カエルっぽく、カエルっぽい顔ができます。やめよう可愛くないからやめよう ハートあと 2,3 分かな。楽しみ、3周年スクショの準備はよろしいでしょうか。皆さん まだかな、ワクワクドキドキ、3600、間違えた10年の配信してることになってた。1095日、3周年ありがとう。あ、
できたら。わあ、いっぱいいっぱい。待って。ああ。歌うよ、全員分ちゃんと。待ってね。ともゆきさん、タワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがとう。ともゆきさんありがとう、ありがとう。そして、次がトラック野郎さん、タワーありがとうございます。せーの、ちょっと待ってね。せーの、タワータワーありがとう。トラック野郎さんありがとう、ありがとうございます。そしてまだある、風と海とさん、タワーありがとうございます。せあ、3周年おめでタワーみたいなあれ歌ったっけ。タワータワーありが、3周年おめでタワー、風と海とさんありが、3周年おめでタワー、ありがとう。そしてマックミックさん、3周年おめでとう、ありがとうございます。せーの、タワータワーありが、3周年おめでとう、マックミックさんありが、3周年おめでとう、ありがとう、ありがとうね。母さん、ふさくまさん、ちょっと待って、まだコロポックルさん、シュージューさん、レクサーさん、アイアンさん、ネバーストップさん、ペコさん、3周年おめでとう、ギフトありがとう。マジカナバナナちゃん、対戦ありがとう、ありがとうございます。テルちゃんぐさんもありがとう。山内さんありがとう。こんな感じ。キツツとコウヘイさん、ハートありがとう。桜のお友達さん、3周年おめでとう、ギフトありがとう、ありがとうございます。いやー、ちょっとね、あ、全然涙は出ないんですけど、本当にいろいろあった3年目だったんですけれども、無事こうして3周年という、まあ、ちょっとね、あの2周年は4月なんか16日ぐらいだった気がするんですけど、あ、おかしいな何があったのか分かりませんが、3周年は謎になんか4月25日っていうことで、まあなんかよくわかんない日付だったじゃないですか、4月16って。でもまあ4月25になったことで、まあ自分の誕生日の1ヶ月前なんだなっていうのが、なんかちょっとね、わかりやすくなったんじゃないかなと思うので、ちょっと今日の服装、胸元危ないなわかりやすくなったんじゃないかなということで、まあ、まあまあまあいろいろあったけど、ポジティブに慣れることではないんですけど、まあ過ぎたことなので気を取り直して、3周年本当にありがとうございます。まあ体を崩さない程度に、体を壊さない程度に4年目も頑張っていけたらなと思いますので、まああのなんかチケットみたいなのもね、ある、あの発布されたので、まあそのチケットも、まあなんだろう、まあ忙しくなるには、ハルピョンが忙しくなってできなくなるには越したことはないんですけれどもでもまあなるだけ、まあチケットに頼るっていう気持ちは捨てて、本当に頑張ろうと思います。三十郎さん、3周年おめでとう、ありがとうございます。せーの、タワータワーありが、3周年おめでとう、三十郎さんありが、3周年おめでとう、ありがとう。そして母さん、対戦ありがとうございます。ということで、本日もですね、乾杯の温度と行きたいしたいと思うんですけれども、本日のお供のドリンクはデデーマッチーと言いたいところなんですけれども、ちょっといろいろありましてですね、橋本
あの冷やすのを忘れていまして。あのツイートをした時に冷やし始めたんですけれども、全然冷えてないので、あの本日はこちらあのスタバを飲みたいと思います。すいません、ちょっとあの飲みかけなのでちょっと汚いのですけれども、すいません。まあ3周年ということで特別に、あの誰も多分買ってないと思う。誰も買ってないと思う。ということで、それでは皆様乾杯のご準備をお願いいたします。それでは、橋本春菜の3周年おめでとうという気持ちを込めまして、そしてあの、まあ、3年間とは言わなくても一日でもね、皆さんが来てくださっていることが、一人でもね毎日来てくださっていることで、ハルピョンはこうして3周年、ショールームを続けることができたので、それもそれの感謝も込めまして乾杯とさせていただきたいと思います。それではお手を拝借、乾杯。イエーイ。ちなみにこちらは、キャラメルソース、あ間違えた、バナナナナフラペチーノ、キャラメルソーストッピング、上のあられみたいなやつ抜いたやつでございます。すいません、途中ちょっと飲みかけなんで。アンヤンさん、ユンちゃんさん、対戦ありがとうございます。そしてですね、なんと言えますよ、じゃあ正式名称言えますよ、バナナナバナナフラペチーノ、キャラメルソース多め、上のあられ抜いたやつでございます。はい、ちゃんと言えますのでご安心ください。そしてですね、なんと本日も3周年を迎えたということで、本日はそう、普通は上にねあられ乗って、あられみたいなやつ乗ってるんですけど、なんか読めました。こちらあられ抜くと安くなんないですよ別に。でも私あられあんまりちょっとあれなんですよね。チョコではないんですけど、なんかあんまり美味しくないって言うとあれだわ。あんまりあられのやつあんま、なんかお茶漬けとかにもさ、あられって言わないでね、上にトッピングしてあるやつって言ってね。あ、ちょっと待って、これはちょっとこれ、あでもこれ外すと、まあまあ、ラスカールさん、マリオネットさん、対戦ありがとうございます。ママ助けて。いや、でもお皿汚すね、ごめん。でもこれ外さないとケーキ買った場所バレちゃう。大丈夫です。あ、来ないでください。じゃーん、こちらケチ。私はちょっとホールではないんですけど、すいません。ちょっとすいません、ホールではないんですけど、白桃のパイみたいなケーキです。桃、
バナナと桃、今年は美味しそう。身近なバナナちゃん対戦ありがとうございます。おしゃれでしょ。ハムって言われてんぞ君、桃だわハムって言われてんぞ。おい、うまそう。ほんとだ違う、もう一人もあ、ほんとだ、かよよんさん、おしかみさん、かずさん、対戦ありがとう、教えてくれてありがとう。ほんとだ、マジカナバナナちゃん、カズさん、カヨヨンさん、オシカミさんのありがとう。おっと君、オートかい、それとも通信切れたかい。今ハルピョンに泥粒ポーン飛んできたけど、2枚もちょっと見ているんでしょ。ポーン飛んできたよ今、びっくりした、バーストするかと思った。美味しそうでしょ。お仕置きだ。ママ、かわいい？スクショしていい？スクショじゃないや。携帯写真撮るね。でも今食べるかちょっと迷ってる。だってさ、もう9時だよ。でもさ、写真撮るのはさ、このピロピロ外したくない？リラ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 、よし、もう一回これつければいいのかな。キャンズいない。大佐ありがとう。さっきのかゆよんさん、おしさん、ありがとう。こちらこそありがとう、私のカード使ってくれて。写真撮るよ。食べるかはちょっと迷ってます。だって見て、プロプロ、ハピオの太ももみたいどうやって撮ったらいいんだろう、むずいむずい。はい、すいませんすいませんすいません。よし、あ、ミラーボールがいっぱい来てる。ちなみにフォークもね、持っては来てるんですけど、どうしよう。
うまっ、桃うまっ。キムジナさん、対戦ありがとうございます。そしてトラック野郎さん、ミラボール3つ、サプライズレバーさん、ミラボール4つ、竹兄さん、ミラボール1つ、ありがとうございます。あれ、いくつって言った結局。ラボーナさん、なんだこれ、これ何なんだろう、なんか何なんだろう、ピンクのスノードームみたいな、なんかピンクの可愛いやつ、ありがとう。これサランラップ上からポンってしとけばいい？こうやってふんわり巻いとけば。なんかホールケーキもあったっていうか、まあ私が食べたいって思ったホールケーキがなくて、そうなので今年は、だって別にハピョンが3年間頑張ってきたわけだから、パパとママがケーキを食べるのは意味わかんないじゃん。違うんですよね、4月16だとあのパパピョンとママピョンの誕生日のちょうどね真ん中の日なんですよ。そうだからまあケーキ食べててもまあいいけど、でもって言ったら、じゃあパパとママが生まれた日の誕生日にケーキ食べないでねって言われそう。やだやだ。やだやだ。だからまあとりあえずなんかハピョンが好きなホールケーキがなかったって話。そうてかこういうショートケーキの方がなんていうんだろう、いっぱいあるんですよね、種類がいっぱいあったの。だからなんかコロコロ言ってる、だからです。ちなみにこれはパイなので、まなんかねタルトのやつもあったんですけど、桃じゃないやつでコメント変えます。そうタルトのやつもあったんですけど、でも迷った結果パイにしました。なんかタルトの方はなんか桃じゃなかったんだけど、まあ別に桃じゃなくてもよかったんだけど、むしろフルーツの方はねそっちの方が美味しそうだなって思ったんですけど、でもなんかねそのフルーツがねちょっとちょびっとしか乗ってなくて、その割に桃ちゃんよりもちょっとお高めみたいな感じだったんですよ。そうだから待って、バカにされてるんだけど富山県あるわ。あるわ。あるわ。バカにすんなよ。モンブランはねちょい苦手なんですよ。そうてか食べたことない、食べず嫌い食わず嫌いです。めっちゃバカにされた富山県、住んでるとこ言ってみろ、生まれたとこ言ってみろ。やばい、めっちゃ都会だったらどうしよう、めっちゃ都会だったらどうしよう。まあそんな感じです。かゆい、親指のここかゆい、
めっちゃ書きすぎて赤くなっちゃった。しゃべくりにゆいさんと、マジ？ほんなの？あれですよね、川栄さんの。でもあれやって、私が好きなモデルさんが登場するんですけど。そうなの？ちょっと待って。ちょっと待って。ゆいさん。自分のショールームよりゆいさんの方が大事。やばいやばい、そんなそういうことじゃないんですけどね、別にそういうわけじゃないんですけど、なんちゃん、あ、ほんとだ、ゆいさん、おしま見なきゃ。こんばんは。推しを見る、推しを見る。なんか早口言葉みたい。推しを見る、推しを見る。さやりんまるさん3周年おめありがとうございます。すごい、タワーがいっぱい立ってるの嬉しい。ちゃんと最初から見なきゃな、これ。わあ。あ、これ知ってる、このドラマ知ってます。あの、何でした、ごめんね青春。確かに出てたわ、川栄さん。ちょっと3周年ですと書いとこう。あ、ゆいさん
え、なんかゆいさん変わった雰囲気。めっちゃ変わりましたね。なんか舞台とかたくさん今出てらっしゃってるらしい。ツイッターとかめっちゃ見てるんですけど、めっちゃ見てたらキモいか、ごめんなさい。なんかしゃべくりさんってちょっとなんか再現 V とかも意味わかんないですよね、あんまり。あ、ラポーナ、これ風船かな。ラポーナさん、ピンクの風船ありがとう、かわいい、ありがとう。ガチだ。ゆいさんガチキック。ネバーストップさん、黄色の風船ありがとう。ゆいさんの立場おもろい。ちょっとこっちにいるのおもろい。これさ、いいの？毎日アイドル3周年の時にしゃべくり7見せていいのかな。推しを見てていいのかな。てるちゃんがさん、ジャボさん3周年おめありがとう。ああ、ゆいさん、ゆいさんだわ。この話し方が、いやそりゃそうか、全然違う人だったらびっくりか。つっちーさん、対戦ありがとうございます。ケーキは多分大丈夫だよ、美味しそうだけど。バナナで満足してる今。ゆいさんガチ。おもろすぎ、大好き。あとさ、あの太蔵さんが立ってさ、ベンチもさ一人分空いてるのにさ、ゆいさんとさ河合さんがさ二人でくっついて座ってるの可愛いんだけど。めっちゃ可愛くないですか。来た来た、ゆいさん。大丈夫。待って、そのために呼ばれたの。おもろすぎる。ゆいさん
蹴るために呼ばれたんだ。おもろすぎない？蹴るために呼ばれた人じゃん。確かに二十歳で卒業したんですね。マークーンピョンさん対戦ありがとうございます。村上さんさん、カップレさん3周年おめありがとう。ダメだよ。おもろ。すごい、すごくない？河江さん。だってさ、ギュインですよね、本当に。すみちゃん対戦ありがとうございます。うわ、秒でドボンされたんだけど。カナピ、ね、まだやがなって言ってたな、言ってたなって。本当に、いや、総監督ってまだやがなみたいな。懐かしいな。まあ、ゆいさん終わったんだけどね。たけ兄さん3周年おめありがとうございます。メール。終わったのか、私が好きなモデルさん。終わっちゃったのか。後でまた見よう。どこに出てたんだろう。ね。ということで、何を見てたのかちょっと私はただゆいさんのキックを見るた見てただけなんですけど、すいません。とりあえず3周年とりあえず3周年とか言って、レクサーさん、クロロルシルフルさん対戦ありがとうございます。3周年ですね。まあ特に喋ることもなくっていう感じなんですけど、本題は特にないです。みんなドボン合わせてください。以上。コメント変えます。
普段何喋ってたっけショールームって。ジャボさんハートありがとう。何喋ってたっけ。警察されてるってやばい。感じたこと思った、まあ3年経ったな。え、そうですね、むず、なんかそんな急に来られるとちょっと難しいんですけど、そうだな、感じたこと思ったこと、そうですよね。まあでも本当に私はいつも言ってるのは、本当に一人でも見に来てくださる方がいるから私はこうやって続けられているので、まあこの先どれくらいこう毎日アイドルを続けるのかとか、なんか絶対卒業するまで続けますとかっていうのは言えないけど、わからないから何があるかなんて今後わからないから、絶対なんて言葉は使えないけども、まあたとえ途切れてもまたなんだろう、次の日からとかまたなんかまた気持ちを新たに配信とかできたらいいなっていうのは思っているので、まあその時まで、その時までというか、その都度みんな来てくれたらなっていうのは思いますね、うん、でもやっぱりなんか配信を1000日続けてますとかっていうと、やっぱなんだろう、えってなるんですよ。まあそりゃね、ももちゃんとかの方がすごいのは分かってるんですけど、でもやっぱりその富山でお仕事させていただいた時とかに、そのなんか普段何されてるんですかとか聞かれるとさ、やっぱなんか配信したりとかしてますっていう言うだけじゃさ、なんかこの人ただ配信してるだけかって思われるけど、でもその1000日以上続いてるっていう、なんだろう、数字だけでまあ見てるわけじゃないと思うけど、いろんな人は、でもまあなんだろう、まあこの世界数字大事みたいなところはありますからやっぱりそうですね、こうしてまあ4桁っていう、1000日っていう大台に一旦乗れたことはすごいいいことというか、ありがたいことというか、なんというか、よかった、続けててよかったなって思うことの一つではありますね。まあ、なんでしょう、うん、リバーストップさん対戦ありがとうございます。そうですね、はい2年目はどんな1年でしたかって今コメント来てた。2年目、3年目でしょ、2周年から3周年だからは、まあ本当にいろんなことがあった1年で、
自分にとってはやっぱりまあなんだろう、本当に全てが止まってしまったことだったから、なんかそんな中ですごいハルピョンの、まあ、ドボンだったりとかショールームだったりとかピョンムービーだったりとかをその待ち望んでくれてる人がいるんだっていうのを改めて実感したと同時に、なんか一日ってか、まあ、大体10日ぐらいショールームしなかった時があったんですけど、なんかショールームしないってこんななんか消化不良なんだっていうのは、まあ、毎日2時間とか1時間とか1時間半とか2時間とか喋ってる人間なので画面に向かってねそうだからこのなんて言うんだろう、なんか配信がないっていうのってこんな、まあ、最初の方はねもうなんかそんなことも考える余裕もなかったんですよ。もうとにかく寝たいっていうかね、なんか起きてたくないっていうか、起きてたらもううー辛いよーっていう気持ちが出てきちゃうから、もうずっととにかく寝てたいっていう気持ちでしかなかったんですけど、最初の方はだからもう配信のこととかも何も考えられてなかったんですけど、まあありがたいことにというか幸い私の場合はまあそんなにひどくならずにあのこう復活することができたので、あのだからこそその最後の方、その休養期間の最後の方とかはなんかなんで元気なのに何もできないんだろうっていうその葛藤というか本当にショールームができないできないことへのっていうよりなんて言うんだろう、なんかできないことですごい心に空白がありますみたいな感じ、合ってる言ってることそうでも本当に心に空白がありますみたいな感じの日々をドボンとかもできなかったりして過ごしたので、なんかショールームがすごく、まあ、めっちゃ大きな存在っていうことって言われたらまあ難しいんだけどうん、なんかショールームで人生が変わったとかっていうエピソードがあるわけじゃないからなんかなんだろう、すごい大きなことを喋れる人間ではないんですけど、でもまあできないってことがなんか禁止されればされるほどやりたくなるのが人間じゃないですか、人間の性だと思うんですよそうだからなんかショールームダメしちゃダメ、もう本当に SNS ダメってなった時にはもうなんかショールームしたいっていう気持ちがすごいありました。やっぱみんなと喋りたいっていうか、うん、だからこうだってさ、なんかみんなはさ面白いよとか言ってくれるかもしれないけどさ、本当に私の話って多分つまんないし面白くないし、あんまりなんだろう、なんかそんなに盛り上がらないし分かってるんですよ。そうでもこんな私の配信なのにこんなね、なんか別に何の学びも生まないような配信、まあたまに学びはありますけど、ほとんど何の学びもないような配信なのに見てくれてありがとうっていう気持ち、うん、そうですね、
それはさ、桜のお友達さん、バーストだよ。ハピオンから元気もらってる、ありがとう。まあ普段なんだろう、いる人によって喋る喋らないが結構私はすごいあれなんですけど、まあ本当にショールームはもうなんだろう、本当に家族の次に自分を見せれる場所なので、そうですね、まあこんなに多分ショールームがなかったら私はもっとなんかまだそのキュルルンって感じで生きていけてたと思うんです、アイドルとしてでもまあショールームがあってなんかこんな感じになっちゃったそうだから本当に多分、まあ、私の配信を見て多分好きになるか嫌いになるかはもう天と地みたいな感じ、もう0か100だと思うんですよそうでもなんか作った私じゃなくて、あお腹鳴っちゃった作った私じゃなくてこうショールームで出てくる素の部分の私も含めて多分好きになってくれてるってことだと信じているので、またこのあとこれから先まあショールーム続くか続かないか分かんないですけど、私のね、そうでもまあまたみんなと楽しく配信したらいい、していければいいかなと思いますね。くしゃみ最近くしゃみしないけど大丈夫？イワシゲームとかやらないですけどやらないけどもうできないもうできない。縦で撮った写真が多分画面隠して撮った写真だから、ショールームで見せていい写真、ショールームじゃなかった、メールに送っていい写真。よし。まあそうですね。懐かしい、合コンに行く予定だったハート投げおじさんとかマジで懐かしいんだけど、
もうどこにいるんだろうね。もうなんかショールームがあって、本当にいろんな人とのね、本当にいろんな人と出会って、まあ、ショールームで初めて知りましたって人もいるし、いろんな人と出会ったんですけど、こうやっぱ毎日配信してると分かることって、まあ、ドボンもそうなんですけど、あ、この人最近私のところから見なくなったなとかなんかそういう方が本当にすごく目に見える、分かる、まあ、特に私はランキングとかを書いたりしているので、ドボンに関しては特に、だから、あ、この人そういえば最近なんかトップ10決に入ってこなくなったなとか、あ、100決からついに100決からも落ちたよとかこの人最近コメントしてくれないなとか、そうあるんですよあるんです、結構たくさん、うん、懐かしいですそんなこともありましたはい、もう眠たい、ミルさん対戦ありがとう、ありがとうございます。ドボンに集中、まあしてほしいけどね、あと1週間、うん、コメント変えよう、テックテックショーね、それもありましたね。お、A ダッシュさん3周年おめでとう、ありがとうございます。せーの、タワータワーありがとうわ、 A ダッシュさん3周年おめでとうわ、ありがとうわ、ありがとう。待って、歌ってないや、そういえばミラーボール忘れてた。いや、忘れてないよ、忘れてないよ待って、いくつ分だっけあれ、もう待って、4つと、待って、覚えてない、まあ10個歌っとけば問題ないでしょ10個歌っとけば問題ないでしょう。4つと4つ4ん31みたいな、8だった。いや、まあお詫びも、遅くなったお詫びも込めて10個歌います。はい、遅くなったお詫びも込めて。あ、やばい、タンポポ全然わかんないなった。タンポポ聞かなきゃわかんない。
つもの通学路、昨日までの自由僕とどこかが違うよ。うつむいていた季節、風も向きを変えて、人はいつだって生まれ変われるさ。こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ教えられたよ。なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある。雑草の赤の命はたくましく育ってゆくよ。終わり。あれ10個か。日陰もいつの日にか日向になるんだ。ちょいちょい分かんないとこが出てくる。曖昧で曖昧で過ぎ去ってますすいません。あと1個分。ほんの少しだけの糞を嘆いてた。ありがとう、ミラーボール10個ありがとうございます。ありがとうみんな。そうですね、チーム B の初日は4日後、私は出ないんですけど、みんなが本当になんかそのチーム B の LINE とかで投資した時の映像とかが送られてきてたんですけど、なんか私も覚えるんだなって思いながら、はい、その投資の映像とかをまあ、見たりしてました覚えろよって感じなんですけど、すいませんはい、まあ、いつかは出ますので。そうですね、はい、3周年ありがとうございます。あとは何の話をしようとしているかというと、あ、なんか私も755ファンの方の755で知ったんですけど、まあこっちのこの話についてはまあ知ってはいたんですけど、まあ公表されたということでお話しさせていただきますと、5月1日に静岡県の東静岡駅南口で行われます、彼岸じゃないけど、何なんだろう、ちょっと待ってねちょっと私も分かっておらず、まだ把握しちゃんとしておらず、すいませんすいません、本当に申し訳ない、ちゃんと知っとけって、はい、すいません、申し訳ない。でも私もなんかその4月30日お話し会あるじゃないですか。で5月1日にその稽古とかレッスンとかがあって、なんかその日にそのあるっては聞いてたけど、レッスンが入ってたから、なんかああなくなったんだなと思ったんですよそう、そしたらマネージャーさんがすっかりそのアンバサダーの話、ま、もう忘れちゃってたらしくて、そうだからあの亡くなったと思ったらありましたっていう感じなんですけど、ヒガナンアンバサダーに AKB48 のメンバーが就任させていただきます。私とズンちゃんが就任します。これファンの方来れるんですか、ちょっとあんまりわかんないんですけど、一般観覧できるのわかんない、ちょっとそれはちょっと私に聞かないで、わからないんですけど、
まあなんで私嬉しいんですけどね、とっても、まあ、ずんちゃんはわかるんだけど、まあなんかあのメンバーね、あの4人の中から1人選ばなきゃいけないな、まあ選抜のお二人さんは忙しい、れいちゃんは卒業しちゃった、橋本春菜でいっかってなったわけじゃないって信じてそうなったわけじゃなくて、ハルピョンがいいなって思っていただけたと信じていろんな意味で人肌脱いだしそう信じて、はいそうであると信じて、まだあのまだ私はじあの自分の富山県のあなんていうのアンバサダーと か, なんか観光大使とかにもなってないのに違う県のアンバサダーになるっていうちょっと謎なんですけど、エイトメンとしてはめちゃめちゃでもとっても嬉しいことなので、ちょっと静岡行きますので、5月1日頑張っていきたいと思います。何するんだろう、まあなんかいい顔しとけば大丈夫いやあのね、そうだからその美味しいハンバーグ屋さんにも行きたいんですけど、だからさっきも言った通り、あの私そのレッスンが入ってて、その当日にそうなんですよね、だから多分行けなくて、めっちゃ行きたい気持ちはあるんですけど、まあ忙しく、なんでこの人なんで知ってる、この人中の人だっけ、式典周囲は報道など関係者のみだけですが、コーンとバーで仕切るだけですので見ることはできます。この人関係者どこ情報それ、おもろすぎる、さすがにあ、ツイッター情報ごめん、ありがとう、そうなのね中の人かと思ったようん、なんか終わってた、エラーま、あのきっときっとというかコメント変えます。まあぜひ皆さんはね、その日にあの AKB 駿河湾巡り、ハルピョンのなんだろう、ハルピョンのあの聖地巡礼もしてもらって、皆さんぜひ、あれ何のレッスンにじゃあ出れないんだ私、なんかねお昼と夜にレッスンがあってね、その日だからワンちゃんもしかしたらなんか昼レッスンして静岡行って夜、なんか時間も分かんなくて聞いてなくて、何もマネージャーさんも分かってなくて私も分かってなかったので、そう、え、ワンちゃんもしかしたらレッスンして静岡行ってレッスンになるんじゃないみたいな、レッスンして静岡行ってもう帰ってきてレッスンになるんじゃないみたいな話されて、マネージャーさんに、そうそれは無理ですよって、どんだけ忙しい人間なんですかそれもう移動中に寝るしかないじゃないですか、わらわらみたいな話を連絡でしてたんですけど、あのこの時間ならちょっと昼のレッスンに参加できないので、えー、振り起こし無理だよ、それもそれも無理だよ
もう覚えてないよ、もう何も。やばい。え、だって私さ、待って、私ってさ、移動できるんですか？だって8時までお話し会あるじゃん。で、次9時半からでしょ？ 9 時から？え、なんか、それもそれでハードスケジュールじゃん？どっちにしろハードスケジュールじゃない？え、8時までお話し会ですよね。始発後は終電。え、やばくない？あれ？大丈夫そう？なんか。あれ？その日ずんちゃんって4月20日ってお話し会あります？22時まで新幹線ある？静岡に泊まらせてくれんのかな。キャラアニキャラアニキャラアニで調べようとしてるやつ。やば。だってメイクするとかのこと考えてくださいね。やばない？やばない？ちょっと待って。5月山根すずは5月30日。あ、売ってないんだ。あ、もう締め切ってんのか分かんないんだ。ちょっと待って、じゃあ何で見てる？参加メンバー5月30日。ずんちゃんってチームどこ？次Kなの？そうなの？ Kなんだ。4月30日。5部まで。私何部まで？私8部まであるよ。ん？ちょっと待って。あれ？ 8 時に終わるじゃん。わ、ずんちゃんだけ前乗り？あ、そんなことない？あれ、ちょっと待って。あれ？ペコリみたいな、了解みたいな人、クチオンさん、対戦ありがとうございます。最終の新幹線には間に合う？間に合いますか？ちょっと静岡まで、あの富山東京間は9時じゃない、9時に乗らないとダメなんですけど、あの静岡までなら間に合う？東京東静岡じゃないの？静岡でいいのかな？東静岡駅じゃなくていいの？え、ワンチャンなんかバス移動とかある？新幹線とかじゃない説もある、もしかして。あ、そういうこともあるよね。絶対、あの約束します。熊ひどいです。
だってさ、30日のその14時までドバンやって、15時から8時までお話し会して、うん、クマひどいです。頑張ろう。でその後レッスン。これお話し会ってさ、振り返りとかできないですか？お話し会、あ、振り返りとかってできないですかね？ちょっと無理ですかね、そこらへん。無理ですよね。はい、わかりました。頑張りたいと思います。森のパンダさん、対戦ありがとう、ありがとうございます。静岡でお話、確かに静岡でお話し会やろうよ。それでいいじゃん、スタッフさんとか連れてこなきゃだけど。お話し会をしてくださるスタッフさんとか連れてこなきゃだけど。え、生きてんのかな私。多分なんか死んでる気がする、どっかで。さすがに、うん。え、多分なんか生きてないと思います。ゴールデンウィークどっか多分なんか死んでるかも。え、待って、その日って配信できる？私その感じ普通に。あれ待って、ショールームできる？え、早速4周年終わっ、あ、違う、3周年終わって早速チケット使っちゃう？え、レッスンマジ終わるのめっちゃ遅くて、そう。そうなんですよ。だから朝が、前乗りなら朝できるけど、前乗りじゃなかったら。ちょっと待って、前乗りじゃなかったら5時からできるんですか？逆に聞きたい。始発で間に合う、始発何時？東静岡駅まで。そう、控え室とかで時間があるならね、いいんですけどね。何で行くんだろう、まず。何で行くんだろう。え、なんかその式典の様子、私のショールームで配信させてもらえないかな。無理かな。無理かな。式典の様子私のショールームで配信できないかな。
無理か、さすがに。まあちょっとでもそれはまあその日になってみないとちょっとわからないので、まあできるように頑張りますけれども、そう前日にならないとわからないから、本当に、うん、ちょっと待っててちょっと待っててごめん。え、多分ね、でもねこの話ね、多分マネージャーさんに聞いても分かんないと思うんだ。だってテレ東さんも関係してるのかも分からないし、まあ多分あそこまで企画組んでたらテレ東さんも関係してると思うんですけど、で多分静岡県さんも関係してるじゃないですか。だからもう誰なんか多分いろんなところが関係しすぎてて、なんかそうそうなんですよね。だから正直マジで分かりません。はい、あーやばそう東静岡駅だと東海道線で品川5時10分発で8時着だ。5時10分でしょ。もう5時から配信してたらもう普通に無理、間に合わないんだけどうんね、そうね、静岡堪能したい あ、そうなんだ。私なんかちょっと大変みたい。なんか5月てか、そう4月あれ5月になったらちょっと余裕できるかなって思ってたんだけど、なんかすごい大変らしい。そうだよね、なんかどういう気持ちなんだろうその日気分落ち込んでないといいけど本当に、うん、どういう気持ちなんだろう私その時ね、笑顔って静岡に入れるかな笑顔で静岡に入れるかなほんとに、頑張ろうね。栄養ドリンク剤確かにおろし買っとくわ。疲れ果ててはいそうあれなんか3時間ぐらいの式典ではないですよね。30分ぐらいの式典、1時間ぐらい、30分ぐらいの式典ですもんね。30分なら多分顔がつくとける、大丈夫。午後もある？え、嘘？なんで聞いてないそれ？待って、誰情報？待って待って。午後もある？午後は表彰式がある？そう、どこに書いてあるの？それって。なんでみんなの方が知ってるんだろう、いつもの通り
待って、午後ない気持ちでいたよ今私。だからもう配信できるかなとか思ってたんだけど、あれリプラン、リプランまで見てないって。本当だ、5月1日午後に駿河湾フェリーの船上もしくは清水港フェリーターミナルにてフォトコンの表彰式。絶対いるじゃんうちら。いやメンバー行くよ絶対。だって AKB48 駿河湾フェリーフォトコンでさ、 AKB がいない表彰式なんてありえます？絶対いるよ。絶対いるよ。待って配信できる、でもこの休憩時間とかに配信できるかなね。うん、そうで あってほしいですね。そう15分あればいいんですよ本当に。15分だけいただければ。この対戦終わったらコメント変えます。あとはちょっと待ってね。明日なんですけど、配信がちょっと午前中しか。こんなね3週間ぐらい、3年間3周年ですとか言ってたのに、ちょっと午前中のちょろっとした時間しかもしかしたらできないかもしれなくて、またまた橋本がアンドロイドとか蜂になる日が来たので、そうなんですよね。なのでそうだからちょっとアンドロイドと蜂になる時間がありまして。はい、なのでちょっと夜できないそうなので、はいすいませんが、あコメント変えますね。コメント何にしよう。頑張ります。ドラッグ野郎さん対戦ありがとう。あんちゃんさん対戦ありがとう。ありがとうございます。
まあ、とりあえず、まあ、なんだかんだ言っても日にちは過ぎていくので頑張ります。そうなんですよね、部長さん、わかんない、なんか偉い方はずんちゃん推しさんなのでまあ気楽に、私は気楽にはい、臨みたいと思いますはい、知事を釣ろう、うん、頑張るね。ずんちゃんとはお話ししたことあります。同い年なので。レクサーさん、ネズミキャピョンズさん、対戦ありがとうございます。それこそほら、レイちゃん、西川レイちゃんがさ言ってたの覚えてるかな、なんかずんちゃんと私、なんかずんちゃんとレイちゃんがそのビンゴネを見てくれてた、一緒に見てたらしくて、なんかいきなり抱きしめたら気持ち悪がられるかなみたいな話をレイちゃんがしててみたいな、そうそう、それはやめときって言われたっていう話をずんちゃんとレイちゃんのなんか会話があったみたいなそうそう、ずんちゃんとはお話はしたことある、うん、あるよ。そうですね、なんかちょっと今呆然としてます、頭が。嬉しいことなので、忙しいってとっても、喜ぶぞ、喜んではいるんですけど、なんて言うんですかね、頑張るぞ。あー、私本当に移動中に寝れない人間なんですよね。なんか新幹線では寝れるんですけどそう、北陸新幹線では寝れるんですけど、それ以外では寝れなくて、えでも多分それってなんでかっていうと、多分分かったことがあって、北陸新幹線はその一人で乗ることが多かったりとかするから、だから寝れるんですよ。なんか人に気を使わない、でもやっぱり人に気を使わないわけじゃないんですけど、もちろん周りの方にはね、あの十分なご配慮は、十分なご配慮ってわけじゃないけど、まあ、なんていうの、あの普通に乗ってる人としてのあれはしてるんですけど、なんか知ってる人がいると寝れないっていうか、そう、知ってる人がいると寝れなくて、グランクラス乗ってそう？グランクラス乗ってるお金あったらもう全額ドボンにぶっ込むわ今すぐにうん本当だよそんなお金あったら全額ドボンにぶっ込むわマジで、うん、乗ってないです、乗ったこともない。だって2倍の値段するんだよ、別に富山から東京に行くだけのさ、だってさ普通の新幹線代でも結構ちゃんと高いのにさ、うん、普通に行くだけでも高いのに、うん、
2倍かかって半額、確かにそれならね2倍出すけどね、2倍かかって半額なら出すな私だったら。もう本当になんか急いでる時とか、そうなんか時間がみたいな時とかだったら、でも普通の時は出さないですよ。全然急いでもないしのんびり行けますみたいな時だったら絶対出さないですよ橋本財布の紐硬いんで、はい、ジャボさんハートありがとうございます。分かってます皆さん。だからもうコメントしないでとか言うとなんかちょっとあれなんですけど、あのそのコメントはしないでください。もう先ほどからいくつか何件か来ていて、そうなんだなーっていうのはあの思っているのででも現実は受け止めたくないのではい、そうなんだなって思いながらそのコメントはスルーしているのでやめてくださいやめてくださいっていうのはあれですけど、北里浩平さん対戦ありがとうございました。小玉さん3周年おめありがとう。はい、勝っていますので、でもうわちょっと待ってこうなるから話したくないんです。だってまだあと4日5日6日4日ある、5日あるはい、はい、いつかあるから。私にできることはプレイし続けることなので、頑張ります。みんなで頑張りましょう。ネズミキャピョンズさん、タケニーさん対戦ありがとうございます。友達増やしてあのハルピョンのカード使ってくれそうな友達今すぐ増やしてうん、え、音合わせやめた方がいい？でもみんなの活力になるかなって思ってやってるんだけど、そんなことないかな。あんこさん対戦ありがとうございます。わかんないわかんない、もう音合わせはピョンズのポイントを奪い合ってる、時間合わせとどっちがいい。あー、なるほどね、確かにそうなのか、難しい、確かにね、そうだよね、
サービスやめたらやらない人増えそう。それもあるんだよね。もうわかんない。音聞いてもめったに合わない確かに奪い合ってるのはあるかもしれない。でも音合わせ、そうなんだよね、音合わせによって人数が増えてるのも多分間違ってはいないと思うんだ。マジカナバナナちゃん対戦ありがとうございます。難しい、助けて誰か。難しい問題ですね。時間合わせやった時普段の配信より1000万ポイントくらい増えたよ。おい、合わせてないやつはそんなことは言わないんですけど、そんなことは言わないですよ。パフォーマンスですからね、今のは。すごいね、時間合わせしたら1000万ポイント増えたんだ、やばね。本当に言ってる？もう私はもう不安だよ正直、まあずっと不安だったけど変わらず不安だよでも本当なんだね。じゃあ5月1日はもう開放感ある、疲れ切ったピョンズと東静岡駅で会えるってことでいいですか？疲れ切ったピョンズと疲れ切ったピョンズと疲れ切ったハルピョンで会いましょうね。じゃあネバーストップさん、ミラー間違えた、対戦ありがとうございます。みんな目の下にクマ、そうねあとはちょっと待って、そのさっきの話のをしようと思ったの忘れてた。もう一個、午前0時ってどれ？どの0時？あ、間違えた。ごめんね、ピョンズ。日付変わる0時？じゃあ、そんな疲れ切ったピョンズに嬉しいお知らせがあるので、まだないけど、今じゃなくてドボンが終わってみんなお疲れ様って気持ちになって、そんな疲れ切った皆さんに嬉しいお知らせが、今度コメント変えます、今度あるので、
まあ私もあの公式さんから出ないとちょっと、まあ自分の、まあ別に自分の口から言っていいのかわからないから、まあちょっと何とも言えないんですけど、まあ嬉しいお知らせを一つありますので、皆さんそれをご褒美に頑張ってください。あれ待って、もう一個さ、ちょっとこれはどうなったんだろう。タワーありがとうございます。せーの、タワータワーありが3周年おめでたわ。西くんさんありが3周年おめでたわ、ありがとう。ドボン、私のこと応援してね、あなたの力が必要です。ありがとう。待ってね、よーし上がっちゃうぞ。あーちょっと待ってね、お母さん。お母さん、くるりさん対戦ありがとう。参議院選に出ますか。なわけないやん。参議院選って30からだっけ、25からだっけ、え、なんかありますよね、なんか習ったな、公民かなんかで。ジャボさんハートありがとう。非選挙権、あ、私社会は置いてきた人間なのでちょっとわからないです、すいません。浩平さん対戦ありがとうございます、ありがとう。なんかさ、ごめんね、ちょっとあんま綺麗な音じゃなかったね最後。ストローで吸うタイプって綺麗な音じゃないですよね最後らへん。飲み切りましたスタバ。なんかさ、あ、30分ぐらいに終わろうと思ってるんですけど、この配信は一応。そう、今日はまだお風呂入ってないので、もう顔がこうなってるからわかると思うんですけど、
かっちゃうよ。ああリバースしたらそれ上がるよ。ナチュラル？これナチュラルメイクかな。まあオレンジメイクだからナチュラルに見えなくもないのかな。てかさ、この髪の毛でさ、みんなと初めまして会うのさ、静岡になりそうだね。じゃあちゃんとなんていうの、直接こんにちはってできるの。だからお話し会は画面通すじゃないですか。だからさ、この髪型で会えるの、まあ静岡に行くお金があるならって言いたいところだけどそれな、静岡行けるなんかいろいろあるのって言いたいけど、まあまあまあそこはそこでお仕事なんていうの、発表会いたいから、それはみんなと、うん、それはなんかそこまでは強制しないけど、でもみんなに会いたい。だって会えるイベントとか、なんか撮影、多分絶対撮影可能じゃんなんかそういうなんか規制とかなさそう、あんまそういうなんか、いや分かんないですけど、うん、これで撮影可能じゃなかったらごめんねなんだけど、なんかこういうなんか地元アンバサダー系のイベントとかって撮影可能っぽそうだから、なんかでも報道陣さんの後ろみたいな感じで書いてあったから、そんなに近くはないと思うけど、いや私もね、どういう系のイベントなのか全然分かってないから何とも言えないんだけど、ネズミキャンさん対戦ありがとうございます。そうそう、だから分かんないけど、この髪型を撮ってほしい、みんなに。この髪型で会いたいですね、みんなに。あ、もう出てる。じゃあもう言っていいのかな。でもマネージャーさんに聞きますね、一応。あ、あれ出せてなかった。あわれさん対戦ありがとうございます。それでは、こう今発表する、どうしよう、明日にしようかな。なんかマネージャーさんからはもういいですよって来たんですけど、なんかその公式のホームページの方にももうなんか載せれるように頼んでるみたいな話は、でも明日夜配信できないから、できない、そうだから今しますねえー、今しちゃいたいと思います。いや15分になったらアルピオンからお話があります。あ、嬉しい話なので、皆さん、
しい発表。グラビアとかじゃないですよ。本当にそんなにグラビア見たいの？ハルビョンの。やばいよ。もうスタイル良すぎて。嘘。無理。できない。だってみんな。まあそれはいいや。置いといて。嬉しいお知らせをしますので。はい、いいじゃん、もうお風呂入ったんだからって気持ちいい私。お風呂入ったんだからもういいじゃん。もうそんなにハルピョンのなんかそういうエチエチなやつが見たいんだったら皆さん YouTube に行ってください。はい。YouTube に行ってください。あのハルピョンの温泉シーンが見れるので、テレ東さんのチャンネルから行けますので、ぜひ。ジャボさん3周年おめありがとうございます。ハルピョンもエチエチやるべきだって。だってさ、エチエチやったところでさ、みんながさ勝手に期待してさ、ハルピョンエチくなかったってなってさ、なんか勝手に期待して勝手にへこむんでしょ。ねえ。一番嫌ですよ、勝手に期待されてなんか期待外れってなって勝手になんか叩かれて、ハルピョンがこれだったらやらなきゃよかったのにとか絶対言われるもん。もう未来が見えてるもん私、これに関してはもう本当に本当にそう、もうこれに関してマジで未来見えてる。こんなに引っ張ったんだったらやらなきゃよかったのにって絶対言われる、もう間違いない。やめろそんな自信って感じなんですけど、もう絶対言われるから本当に。だからもうやりたい人にやらせとけばいいんですそういうのは。はい、衣装とかジッパーとか、まあそれこそまあね、まあわからないですけど、まあもしかしたらね、新チーム B の公演でねっていうことがあるかもしれないので、まあ、そういう時にみんな見てくれればいいんですよ。はい、私は衣装ではあの脱ぎますというとあれなんですけど、衣装ではまあセクシーになりますけども。ならないけど、あ待って、私口移しみたいな匂わせした今。あの私完全に頭に思い浮かべてたのは私拳の正義だったわ、ごめん。ユニットとかどうこうじゃない、拳の正義だったわ。あれってそんなにそんなだった、あれ結構私的には結構セクシーめだなと思ってたんだけど、特攻服。いや、わかんない。その K とかみたいにさ、衣装が結構変わったらあれだけど、その衣装がどうなるのかとかがわかんないから、
だから嬉しいんですよ、こうハルピョンの水着見てみたいって言っていただけるのはすごくすごく嬉しいんですけど、もちろんハルピョンファン以外の方からするとね、そういう方もいるわけですし、ハルピョンのことをハルピョンって感じじゃなくて、なんかね、ハルピョン嫌いみたいな人も多分いると、まあ、いるんですよ、人間そりゃいます、私のことを嫌ってる人だって、そりゃ、まあ、それがいないわけではありません。そういう方々からすると、ここまで引っ張ってだったら脱がなきゃよかったのにって、絶対にこういうそういうコメントがあると思っているので、私はそうです。くちゅんさん対戦ありがとうございます。ということで23時15分になったので、嬉しい話、イエーイ、オノピープラスさん対戦ありがとうございます。ですね、私ちょっとそれっぽく言おうごめん嘘、ちょっと待ってね、何見たらいいのかがちょっとあんまり分かんないんですけど、これです、グラビア、これでさ来月号の言いません、本当に直近の話です、4月30日タワーが来ましただそうです、キムチャイウォナオパタワーありがとうございます。なんか可愛い風船みたいなタワーありがとう、せーの、タワータワーありがバルーンタワー、キムチャイウォナオパありがバルーンカムサハムニダタワーありがとう、ありがとうございます。ありがとう。そして続きなんですけど、4月30日そうですね、お話し会の日なんですけど、10時50分から11時50分、まあ、1時間あるわけですけれども、なんと富山県で放送されます、富山テレビさんの春らんまん TV2022 に出演させていただけることが決まりました。まあちょっと富山のテレビなんで、私はすごい嬉しいし、おじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんも、まあおじいちゃんおばあちゃんにはまだ言ってないからわかんないけど、お父さんお母さんはすごく喜んでくれたんですけれども、ピョンズはまあ静岡行く前に富山寄って午前中です、午前中です、 KNB ではありませんやばい、違う曲とか言うのあれかもしれないんですけど、春らんまん TV2022、まあ、BBT です、BBT、フジテレビさん系列の番組です。こちらはもう収録はしてあるので、だからそう充実してたよって話してたじゃないですか、それがこちらのロケでございました。春らんまん TV とはですね、ゴールデンウィークを満喫できる県内と岐阜の行楽スポットを行楽ご紹介、オープン直後の話題の新名所や人気温泉宿のおすすめポイント、友人や家族や友人と体験、アミューズメントやスポーツもということで、行楽ですよね、合ってます、とっても、私が担当したっていうか、私が撮影させていただいたのは富山県の県内のスポットなので、岐阜には行ってませんはい、ということで、本当に楽しいロケをさせていただきました。すごくすごく
楽しいロケで、もうなんだろう、なんかね車内もすごく楽しくて、そのロケバスみたいなのもすごく楽しくて、あのご一緒させていただいたのがコンパスさんの中島さんっていう方なんですけど、実は富山県で7年ぐらい前6年ぐらい前に、あの高岡の方で、高岡市さんの方でガズーレーシングイベントをさせていただいたことがあるのは、多分あのね、多分ねあんまりみんなね分かんないと思うんですけどあの以前富山でそのまあトヨタさん関連のお仕事をさせていただいた時に、実はまあ共演とまではいかないけど、なんかこちらに AKB48 さんが来ていただいてます、いかがですかみたいな、 こちらがコンパスさんみたいな感じの、あのその本当にもう30秒ぐらいのやり取りをさせていただいたっていう、もうその方と5年越し6年越しに共演させていただきました。まあお互い、あの私パパが覚えてて、私はちょっともう記憶の彼方だったんですけど、でその方もコンパスさんの中島さんも、あの今回のディレクターさんが覚えてくださってて、そうそういえばさみたいな、ロケバスでなんかそれも事前に覚えてたわけじゃなくて、ロケバスの中でそういえばさあの時中島くんだったよねみたいな話をディレクターさんがされて、えそうだったかもしれませんみたいな話になって、で私もえやっぱりそうですか、なんかお父さんが言っててみたいな、でもなんかいろんなネットとか調べたけど全然なんかそういう情報が出てこなかったので、なんかパパの勘違いだと思ってたんですよみたいな話をして、でまあロケが終わってお家に帰って、パパがその時のテレビをすごいもう何年も前のやつを録画しててくれたやつをデッキの中で見てみたら、なんとその映像がありましてそうびっくりだよね、まさかでした。だからまあ 6,7 年越しに再会させていただいて、今回、一緒に共演させていただいて、ハルピョンが動いています、ハルピョンが動いてますとか言うとあれなんですけど、あの頑張って動いていたりとか、なんかここ見たこと、多分ピョンズだったらなんかここ見たことあるぞっていうところだったりとか、そうそうそうするので、そういうところも映ったりするので、あとは本当に体を張りましたあのはい本当に体を張りましたので、あの見ていただけると嬉しいなと思います。ということで、まあそんな感じで4月30日なんか勝手にみんなの期待値だけが上がってってんだけど、まあいっか上げとこう、勝手に勝手に上げとこう、みんな勝手に上げといて残念とかになっても知らないよ。ゆりやさん、つっちーさん、対戦ありがとう。4月30日は富山でテレビ出て、まあ、もう収録してあるので、まあ、私はお話し会して、まあ、ドボン終わってお話し会して静岡行って頑張ります。盛りだくさんですね。で5月は13日から、もうすごいね、もうすぐあと3週間ぐらいで始まるんだね、あれが舞台が。
だって来月の今頃にはもう終わってるんでしょ舞台。やば。うわあ。ひと事すぎる。本当に毎日違うので今なんか今コメント変えます。ごめん変な笑い声出た。ママにその笑い方やめなって言われたんですけど、産んだのあなたなんだが。なんか気づいたらこの笑い方だったわ。1位。マジ？みんな頑張ってるもん。みんなが頑張ってるのが嬉しい。アピョも頑張るね。マジカナバナナちゃん、ハウキャンさん、対戦ありがとう。私の笑い方変なんですけどね、本当に。なんか気づい、なんか最初、いや初期はそうじゃなかったよってママに言われたんですけど、うまそんなことないんだけどな。え、なんでだろう。ちょっとなんか笑えなくなってきちゃった。その笑い方好き？ならいいんだけどさ。ちょっとさっき言った話はまた公式さんのあれが出てからお知らせしますね、ちゃんと。でなんか全然しばらく出なかったら普通に自分でします。なんか多分この時間にやってもあんま見てくれる人いなそうなので。はい、うん、BBT 春らんまん TV、 ピョンズ以外はがらせてしまった、ごめん。見てください。30日、10時半から11時50分、あ、10時50分から11時50分、そしてまた、まあ、約ドボンが終わった後にはまた嬉しいお話があるので、それがあると思ってそれをご褒美に一緒にあと1週間弱頑張りましょう。肩痛い。スペード、あ、違った、ピョンズじゃなかった。8来たから誰だろうと思ったらスペードって言っちゃって、ピョンズだと思って。遠征中ですがしっかりと録画しておきます。ありがとう。ピョンズだと思ってスペードって言って、なんか私のことを忖度してくれてるのかなって思ってさ、そう8出してすごい時間があったから、私、あ、忖度されてる私と思ってスペードって言ったら全然ピョンズじゃなかった。多分この配信見てない。ハート、あ、すごくない？待って私の配信見てるかもこの方。私が8望んだ色にしてくれてる絶対。そんなこと多分まぐれなんだけどさ。だってハートって言ったとの瞬間に色変わるってことある？え、見てる？見てるならコメントして。今見てる？ショールームの切り抜きめっちゃ受けた。なんか切り抜かれてるんだまた。やだ、いいことならいいんですけど。車
ロリさん対戦ありがとうございます。さあということで終わります。うん、ランキング読んでメイク落として、終わります。なんかさ、今ツイッターでさ、 AKB 公式のさ、田口チーム系逆上がり公演初日を迎えましたありがとうございましたっていう動画が上がったんですけど、なんか私のやっぱ元彼になるのかな、もうまなみさんは。悲しい、寂しい、嫉妬嫉妬してます。別のメンバーとハート作ってる。オカリナとかがなんか別のメンバーとなんかイチャイチャしてる動画とか写真とか見てたらなんかちょっと嫉妬しますだからまなみさんが他のメンバーとハート作ってるのを見て今すごく嫉妬というか、もう元カノになるんですか私は。まなみさんはもう私の元カレになったんですか。チーム B で相手を、だからレイちゃん、レイちゃんになる予定だったの。私の今彼はレイちゃんになる予定だったの。でも卒業しちゃった。カメさん対戦ありがとうございました。レイちゃまの方じゃなくてレイちゃまは可愛い妹後輩ちゃんって感じ。西川レイちゃん。ランキング読みます。1位サプライズレバーさんありがとうございます、タワーもありがとう。2位トラック野郎さん、タワーもありがとう。3位、マックミックさん。これ何位までの方がタワーくれてるんだ、分かっちゃって。キムチャイオの A ダッシュさんまでかな、 A ダッシュさんまでだな。タワーありがとう。4位ともゆきさん、タワーありがとう。5位三十郎さん、タワーありがとう。6位、西くんさん、タワーありがとう。7位風と海藤さん、タワーありがとう。8位、A ダッシュ、間違えた、キムチャイオナオッパ、タワーカムザムニダー。9位、 A ダッシュアットピョンズさんありがとう、タワーありがとう。そして10位、ジャボさん。11位、ラボーナさん。12位、サクタロウアットハルピョン神吉3周年おめでとうさん。13位、ネバーストップアット、5月1日は東静岡にピョンズ集合さんありがとうございます。そして本日のラッキーエイト88位はマコリンさんです、ありがとうございます。山内さん対戦ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。本当に見てくれてるから続けてこれている3年間
になっていると思うので、またこの今後ちょっとどれだけ続くかわからないけれども、続くだけ見てほしいなと思うし、まあそうですね、よくわかりませんが一緒に頑張りたいと思います。佐藤南さんも私推しのカードだった、ありがとう。4年目も頑張ります。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで12,911人の皆さんにきっときっと笑顔をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さん本日はありがとうございました。また明日は多分朝ぐらいになるのかな、配信ちょっと朝できるかわからない、頑張って起きるね、とりあえずもうあと1週間頑張って起きたいと思います。うん、明日からまたアンドロイドと8になる日が来るのであのちょっとアンドロイドと8になるなりますので頑張りたいと思います。それではみんなありがとう、おやすみ、バイバイ、またね、またドボンで会おうね、バイバイ、おやすみなさい。